is saying, Where can I find women's clothing? Where can I find women's clothing? Where can I find women's clothing? 女性用の衣類はどこですか？日本語だとどこで私は女性用の衣類を見つけることができますか？なんていう言い方はまずしないですよね。英語では女性用の衣類はどこにあるか、女性用の衣類を私はどこで見つけることができるか、こんな風に主語をいろいろ変えて同じことを言うんでも違う言い方をすることがありますので、それに慣れていない人は慣れておくといいと思います。日本語は主語を言わないことが結構多い、省略してしまうことが多いので、その都度これは何が主語になっているか、誰がどうなるのかっていうことを意識するだけでもだいぶ変わってくると思います。今回は clothing 衣類という言葉を使いましたが、 clothes 洋服でもほとんど意味は同じになります。 clothing の方が少し改まった表現になりますね。まあ、洋服と衣類ここに書いてありますが、そのくらいの違いだと思っていただいて大丈夫です。なので、業界用語っぽいというか summer clothing 夏物衣類という言い方はしても、 Oh, I like your clothingあなたの衣類素敵ねというふうには言わない、そんな感覚の違いになります。これもデパートに行っていただいて、館内案内のパンフレットを英語でもらったりですとか、あとは普通に館内表示ですね、壁に貼ってあるのなんかを見ると Women's Clothing って書いてあったりするので、またまた前回もお話ししましたけれども、とにかく英語の表示があるところでは必ず見る、そんな習慣をつけていただくといいと思います。あとはあれですね、ホームページ、ギャップとか、バナリパとか、英語バージョンがある洋服のブランド、のホームページなんかを見るのも英語の勉強にはなると思いますよ。Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. 今日もご覧いただきありがとうございました。この番組が役に立ったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。